お帰り、マリサ。ただいま。今帰ったところ。そうだけど。てかマリサさ、何？なんだそのリボン。今までマリサそんなのつけたことなかったでしょ。もしかして彼氏でもできたの？ちげえわ。これはな、ちょっとしたイメチェンなんだぜ。俺だって乙女だから、たまには女の子らしくなったっていいだろ。え、マリサ。乙女は俺って言ったりだぞって言ったりしないよ。いや待て。さ、サナエ、いきなりどうしたの？おかしいと思わない？あんなボーイッシュをアイデンティティにしてたマリサがいきなりイメチェンなんて。マリサ。まさか。ふ、バレちゃ仕方ない。お前らの記憶を変えて、お前らにとっての本物のマリサになってやる。ちょっと。何する気よ。やめて、偽物を。誰やねんお前。それ以上霊夢とサナエに近づくんじゃねえよ。まさか。本物、よくも俺の大切な仲間たちを騙してくれたな。ゴリラパーンチ。よかった。本物のマリサを取り戻せて。私たちも偽物なんかに騙されてごめんよ。わかってくれたならいいぜ。じゃあ、またいつもみたいにタイムトラベルするか。は。何言ってんだよ。この小型時空転送装置を使っていろんな時代を旅して回ってきたじゃないか。もっとマシな嘘つけや偽物。ウィース、どうもマリサでーす。まあ本物は私なんですけどね、初見さん。霊夢、サナエ、無事か。よかった。また俺と一緒にピンポンしようぜ。うわぁ。霊夢殿、サナエ殿、拙者とまたいつも通り茶番をしようぞ。なんでこんなに偽物がたくさん。やれやれ、またややこしいことになってきたな。偽物。ああそうさ、俺も偽物だ。どうしてこんなことになったか知りたいか。こちらについてこい。マリサ。こんにちはみんな。私が本物のマリサだぜ。マリサはそんな喋り方しねえぞ偽物。いや、お前らが今まで一緒にいた私も、実は偽物なんだぜ。そんな嘘つかないでよ。思い出してみろ。今までのマリサは、なぜか一人称が、俺、だっただろ。いくらボーイッシュな性格とはいえ、本物のマリサは一人称まではボーイッシュじゃないんだ。じゃあなんでこんなに偽物がいるんだよ。実はな。マリサはシーズンごとの交代制なんだ。ゆっくり茶番ってのは激務だろ。その中でもマリサは特に出番が多くて大変なんだ。だから3ヶ月ごとぐらいにこっそり偽物と入れ替わることになってるんだぜ。いや何それ全然知らなかったんだけど。そしてちょうどその季節がやってきたってわけだな。普段はシーズンオフのマリサたちは皆この檻に格納されて、寝たり食ったり暴れたりとにかくめちゃくちゃするんだが、今朝、マリサを入れ替えるために檻を一旦開けたら、その後に閉めるのを忘れちゃって、それで奴らが大暴れしてるってわけだ。もう何がなんだかわかんねえ。ついてけねえよ。でさ、次のシーズンのマリサってのは誰になるの？あ、もうみんな逃げちゃってよくわからなくなったわ。いい加減かよ。お前が今まで一緒にいたマリサか。そうだぜ。なんかその、寂しくなんないの？俺は寂しいけど、新しいマリサもお前らに早く会いたがってるし、待ってればそのうち俺のシーズンも来るからな。そうか。今までお疲れ様。